2015年3月1日、韓国メディアによると、2月28日に、ソウル駅広場でパク・クネ政権を糾弾する大規模な集会が開かれた。市民団体、民衆の力、民主国民行動などは、28日、ソウル駅広場で、韓国国家情報院の大統領選挙介入疑惑と増税、中韓自由貿易協定 FTA、韓太平洋パートナーシップ協定 TPP 推進への反対、公安による弾圧などを糾弾する、パク・クネ政権糾弾国民大会を開催した。主催者側の発表によると、約5000人が参加した。このニュースについて、韓国のネットユーザーから、多くの意見が寄せられている。大韓民国が生き残るためには不正腐敗を清算しなければならない。不正を働いた者にはその地位にかかわらず厳正な処罰を要求するべきだ。対人運動は伸びのごとく全国に広がるだろう。最近の韓国を見ると民主主義は破綻し、成金と権力を持つ連中がうようよしている。嘆かわしいことだ。今の大統領が退陣して他の誰かが大統領になったら、民主主義や自由が前進して経済の状況が良くなるかな。ちゃんとした人もセヌリ島に入ると変になってしまうようだ。こんな国では生きていけない。韓国では個人の不幸やその原因を個人の責任として片付ける。他国では政治家や政府の責任を問うのが当たり前だ。今立ち上がるべきだ。国が滅びる前に。行動する市民は美しい。その精神に敬意を表する。ビジョンもダイアンもない維新プリンセスは退陣せよ。大統領おばさん、お願いです。青年失業を何とかしてください。派遣請負の奴隷生活もううんざりです。